嵐と一日デートロケに行ったマツコさんは、なんとスタジオにも乱入で超危険なトークを連発。楽しかったの、ね、やっぱロケは。いや楽しかったよね。いや楽しかったんですよ。あ、そう。ロケバスとかも、うん、先頭と一番後ろみたいな、まるでね、接触をスタッフが拒んでいるかのような真ん中にスタッフさんがバーッといて、見えない関係だったんですよ。それがもう最後のロケの時には、あ、マジっすかっていう。ああ、これそこまで打ち解けあって頭の上から2人して前と後ろは前と後ろのまま隣に座ってそこは絶対に距離をこう縮めてくれると違うんだよ。いや私だってね、うん、カトゥーンのメンバーをさ、うん、その場でどうこうはしないのよ。カトゥーンじゃなくてもいいや、カトゥーンじゃなくたって一般の人だってその場でどうこうはしないわよ。ちょっとここじゃ言えないような話ロケバスしてたもん。私の妄想癖について、うん、どんな妄想してたの。俺はね、一人巻き込んでしまうんだけれどもね、うん、教えて。誰、田中くん。田中くんみたいなのが大好物なんだ。とりあえず田中くんこっちに来てみない。なんですか。とりあえずとりあえず、あ、こういうちょっとやんちゃな感じが好きなんだ、ね、ちょっとだけ肩組んでみようか。ちょっとだけ、うんうんうん、妄想がちょっとリアルに近づいてきた。でもいなくはないよね。いねえよ。そう、いやでも一回エレベーター乗ってたのよ、うん、開いた途端に転がって叫ばれたことある。え、知らない人が、全然知らないっていうか、あのうちのマンションなんだけど、マンションでうわーってなってた。この人あのチワワ抱いてたんだけど、犬バーって犬ロビー駆けずりながら見たらとか女の子にもね食いつかれやすそうだもんね。お子さん好きでしょ。好きですね。マツコさんどうなの、子供から。私子供大嫌い。なんて言ってくるんですか、子供は見たら。いやそれあんたもうそれはデブとかそういうのは当たり前よ。もうデブすごい時だと、あんた地下鉄の中で急に服の中に手入れられてガーって揉まれたからね、肉。子供にすごい叩いてもらえたから。